んばんは、スタジオリバーサイドへようこそ。ギタリストの竹下敦です。今回はね、弾き語りなんかで使う、カポダストについてちょっとお話ししてみたいと思います。カポダストでね、音が変わるんです。はい、で今まで使ってて一番音が良かったのがこちらのね、スペイン製のカポダスト。これとても音がいいんですが、装着するのにね、ちょっと時間がかかるのと、装着仕方によってちょっと音が変わるんでね、難しかったんです。で一般的に売られている、ネジ式になってるね、カポダスト、あれはですね、ネジの締め方とあと、どちら側から締めても均一に圧がかからないんですね。で今回ですね、古い日本製のカポダストが壊れていたんですが、私の師匠であるレイアルホンス師匠ではドイツ製のカポダストを使ってるんですね。ほぼこれと同じもので、この押さえる部分が革だと音がいいという話を聞いて、父親のですね、使っていた古いバッグを、利用して、その部分をね、弦に当たるようにしてカポタストを修復してみました。で、こうね、くぐってやって、カチッ。これ均一にかからくるんです。素晴らしい。装着も楽。これいいです。自分で直したんで、やっぱりすごく愛着が湧くのと、カポダストって結構高いんですよ。安いものでも、まあ、800円とかありますけど、問題外に音が悪いのと、あとはその、大体4000円ぐらいするんですよね。でそれが音がいいかっていうとそうでもないんですよ。で、いいカポダストを探していくと、結局このやっぱスペインの手作りのものか、あとドイツ製のものになるんですけど、今回この自分で作ったものはですね、非常に音がいいのと、パッとね装着できて、ネジなんかで調整しなくてもですね、このねフェルトがついてる部分と、あとはこのね、こうバネになってるんで、まあ、非常にね、いろんな楽器で使えるんですね。はい、で、まあ、経年劣化でね、ここの部分の、噛む部分が噛みにくくなったので、丁寧にね、ヤスリで削って、スパ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 。これだとですね、装着が早いんですよ。くるっ、カチャ、グイ。カチンで圧がもう、ね、すごい均一にかかる。もうこれは素晴らしい。音がいい、全然音がいい。これはですね、大事にしたいと思いますね。で今この部分ね、革が張ってあるんですけど、フェルトと、本革でね音が違います。でゴムでも音が違います。でゴムのものはですね、実はあまり良くないです。はい、理由としてですね、弦を引っ張っちゃうんですね。で必ずカポダストした後、調弦、チューニングし直してください。カポをした状態でチューニングしてください。その時に、まあ、ちょっと例に出しては申し訳ないんですが、こういうゴム製のものだと、弦がね、引っ張られちゃうんですよね、調弦してる間に。ただこういう本革製だしと、まあ、油を染み込ませておくと、まあ、非常にね弦の滑りが良くなるんで、弾いた瞬間に、カポで弦が引っ張られることがないんですね。なので、この本革製がやはりいいですね。非常にびっくりするほどいい。というわけで皆さんね、ぜひカポタストにお金を使ってください。いくら高いものでも、それだけの
効果がありますんで、カポスした時にね、チューニング狂ってらっしゃる方非常に多いんです。YouTube 拝見しててもね。で理由はね、そのご自身に責任があるんじゃなくて、カポタストが悪いんですよね。その買うものが、たかがカポタストだと思われるかもしれないですけど、カポタスト第二のナットですからね。そこはもう牛骨のものとプラのもので全然音が変わりますんで、ぜひね、こういうこういう金属製のカポタストで、アルミと真鍮で、音違いますし、これはすごく音がいいですね。本当にびっくりするぐらい音がいいですね。はい、今までね、ずっとなかなか、いいこの貼り付けるね、ものがなかったのと、あとこの見えますかね、この動く可動部分がね、カシメンみたいになってたんですね。なんでちょっとこう外れちゃいそうだったんですけど、今回チタンのナットと、アルミのビスで留めて、すごく滑りが良くなったんで、もうカチャ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 、バッチリですね。これもステージ映えしますね。銀色のカポタスト使っているとなんか安っぽいんですよね。やっぱり長年使ってるものっていうのはやっぱ直して使うとね、いいもんですね。はい、これは昔私子供の頃に使ったものなんですけど、まあだんだんとね横着をするようになって、カチッっていうねカポタスト使ってたんですけど、やはりここに戻るわけですね。はい、今回ご紹介したのは、古いね日本製のカポタストでした。非常にこれ当時高かったと思うんですけど、またこうやってね年を経て、再利用できて、いい音のカポタストができたこと本当に嬉しく思います。皆さんもぜひカポタストにお金を使ってください。それではギタリストの竹下剛をお送りいたしました。またお会いいたしましょう。